高祖劉邦に始まり400年の栄華を誇った漢王朝は今や斜陽の時を迎えつつあった。王朝転覆を狙う黄巾党の蜂起を皮切りに絶え間なく起こる争いによって民衆は困窮を極めていく。大陸全土に戦乱の炎が広がる中、恒星のごとき英雄豪傑たちが現れる。あまたの小生を率い己が手で頂点に立たんとする者たちの信念が中華統一をかけて今交差する。こんばんは。今回は9月15日リリースの三国志波動やっていこうと思います。これね、ずっと楽しみで待ってたゲームなんですよ。もうね、これ出るの待ってました。ずっとね、三国志やってなかったんで、光栄の信長の野望とか、あと三国志シリーズずっとやってて、あの一時やってなかったんですよ。でパソコン版が出てて、三国志いくつまで出てんだ、13とか14まで出てんですかね。ちょっと途中やってなくって、ゲーム内容はシミュレーションゲームですね。あと光栄の信長の野望とか、この三国志のシリーズははっきり言って難しいっていうイメージがあるんですよね。ただこれが、まあ、オンラインの、まあ、スマホのゲームなんで、まあ、ちょっとね優しくなってるのかもしれないですね。ちょっとね楽しみなんでやっていきましょう。まずサーバーを選んで、あ、サーバー、あ、混雑具合とかあるんだ。まあ4なんでしょうね、1から出て。あ、僕は喋んないんだね。はいはい、名前、はい、失礼します。お、喋ってくれるんだ、いいね。自動でいいかな。あ、ここ喋んだね。王朝腐敗による世の乱れ、このまま捨て置いていては民の生活は困窮するばかり。この腐敗を正す道はただ一つ、あなた様が天下を治めることだと考えます。心より民の安寧を願う我が主君のような人物こそ天下を滑るにふさわしいお方。無礼を承知でお聞かせください。大陸の頂点、中華統一に望まれる覚悟はございますか。ちょっと名前よくなかった。お気持ちに嘘偽りなきことしかと承知いたしました。しかしその目には迷いがあるようにございます。きっとこう思われていることでしょう。君主となって日も浅く、財も術策もわずかな身で何ができるのかと。ご安心ください。祖父より受け継ぎし軍略のすべてを私から授けたくございます。学ぶべきは大きく3つ、すなわち内政、軍事、武将の強化。これより3つの軍略入門書、内政の書、軍事の書、強化の書を順に紐解いてまいります。すべての書を学び終えた時、中華統一への基盤をいかにして得るか見えてくることでしょう。まずは内政の書です。内政とはこの都市を発展させること。こっからやるんだ、いいね。内政やっちゃおう。あ、多い、やっぱり。中華統一に向けた活動の中心はこの都市に他なりません。つまり都市を育てることは中華統一に近づいていくのと同義です。あ、ここ喋んない。命じていただけますか。おお、あ、一発っていうのがある。わかんないですけど、まあ光栄のやつだったら多分他のとこ取りに、あ、でもこれオンラインだからどうかな。他のとこ取り行ったらね、自動で確かね武将に任したりとかできるんですよ、ゲーム版。オフラインだったらね。これオンラインでそれができるかどうかちょっと今のとこわかんないです。いいじゃん、勝手にできるから調達。はい、見事にございます。しかし
向かいましょう。なるほどね。成長を強化して、それよりそれを上げないことには他のは上げれないってことね。取り行いましょう。うん、取り行う、あるあるだろう。なんかこうでも、悪くはないけど、おめでとうございます。向かいましょう。はい、あ、これね、はい、取り行いましょう。完全に先行したいわ。早く。お見事にございます。お忘れなきよ。喋ってくれるのは嬉しいわ。あ、レベルがあった。練習レベル、武将が欲しいんですよね。ちょっとガチャどんな感じも見たいし。おめでとうございます。ちょっと簡単になったかな、オフラインの。その、おや、どうやら客人のようです。かっこいい。超文言、国立なる戦場にまかりと。どういうこと、仲間になったってこと。長領が、いかな名とて全うせよ。神として迎え入れましょう。へえ、いいよ、入れますよ。長領感謝せよ。偉そう。さて、次は軍需の書となります。中華統一に向けては道を阻む者との戦いは避けて通れません。はい、軍需とはこの都市を起点として目標とする場所へ部隊を派遣することです。軍事を学び、この先の対戦へ備えましょう。いや、ちょっともう戦争したいし。進言がございます。はい、ご説明いたします。向かいましょう。はい、どうなってるんだろうね、これ。あの、昔のタイプの、まあ信長とか三国志だったらね、あの武将のね、統率とか関係あって持てる兵の数とかも決まってたんだけど、ちょっとなんかあの内政もちょっと違うな、今まで自分がやってたのと。あの大三国志とかやってたんだけど、それにちょっとなんとなくこの成長とかこういうのがちょっと似てる感じになってるかな。やろ、まだチュートリアルでしょうね。今兵作るんだ。取り行いましょう。ご説明いたします。なるほど、実行。はい、短縮。あ、賊の討伐。ご命令ください。はい、こう、長領しかいないけどね。ご説明いたします。ご確認ください。はい、いないもん他に、ね、1人しかいない。戦力2655、兵力2500、馬だ。どんな感じか見たい。
準備はよろしいでしょうか。大丈夫、ご確認ください。バイスっていうか喋んないんだったら、あ、行っちゃった。ここ喋ってもよかったね。ご確認ください。回転兵を見たいんですよ。あ、兵力1000だ、勝てる。命じていただけますか。うん、相手の兵が1000でこっち2500でしょ。戦力2655、相手1110、勝てる。モノド、突撃せよ。お、かっこいい、いいよ。戦闘どんな感じか見たい。ここは押し通る。あの、この昔の我が部、その目に焼き付けよ。かっこいい スキルこれ。我が部を阻める者などおらぬ。その名前がな、剣2020って。戻るぞ。かっこいい。こんなものか。しかし、わかりました。ちょっと早くていいな。お見事にございます。ここ喋んないで、まとめさせていただきます。はい、倍速に。お忘れなきよ。ここ喋ってくんないよ。目覚ましい活躍にございます。あ、3になった。おめでとうございます。あともう一個だ。さて、次は強化の書となります。武将の強化ね。軍事の幅を広げていくには強力な部隊が必要不可欠です。部隊の傾向が率いる将に左右されるのは、先ほどお話しした通り、強い部隊を作り上げるためには武将を強化するのが近道と言えましょう。ご確認ください。向かいましょう。ガチャお試しください。ガチャないのかな。強化、あー、レベル50まであるんだ。重ねるのかな、やっぱりグレードとか。でも切り替わらない、これするしかないんだね。あ、これ1個しかないからね。感謝する。お、強くなった。あ、今星があったから、あ、ちょっともう これが多分重ねてってことじゃないかな、違うかな。ご説明いたします、はい、任せておけ。お供いたします。修練ね。失礼します。敵部隊を全て撃破か。制限時間か。なるほど。準備はよろしいでしょうか。 OK、 やろう。立てる。我が部にて制圧。あ、今ここから出てんだ。 OK、 OK、 いいよ。これが相手のレベルだね。レベル1、こっちに。ここは押し通る。このバーで大体兵を表してるんですね。これ確かね、飛ばせると思う。あの、
見てる演出が効力3スクミ一応あるわ。弓は歩兵に焼き付けろ。弓は歩兵、歩兵は馬、馬は、あ、これあれだ、戦国戦と一緒だ。我が部を阻める者などおらぬ。かっこいい。経験値ももらえていいか。お見事にございます。修練いいね。お忘れなきよ。わかった、これももらえるしね。あ、で行動力使ったのかな今。ちょっと見てなかったな、イさんと。なるほど、お試しください。グレード強化いいね。お試しください。昔の信長の野望とかね、忠誠度が低かったら裏切ってましたからね。そういうのあるのかな、これにはよくわからんけど。グレード今これがついたからこれで1個上がったってこと。ランクアップ。ああ、武の頂き、めちゃくちゃ強くなった。未だ見えず、カード重ねるんじゃないの。まとめさせていただきます。修練通じてグレード素材、グレード強化、有効度を高めてランクアップで欲しい。内政、軍事、武将強化を学び終え、中華統一への基盤作りも見えてきた頃かと思います。しかし中華統一への道を歩むには多くの賞が必要となります。急ぎ賞を募る手配をいたします。おめでとうございます。ガチャかな、こっから。失礼します。準備はよろしいでしょうか。これなんか隣にくっついてるの、これ気になるわ。あ、無料。主君を求める将は多くおります。すぐに良い人材が見つかるでしょう。動線か、どこにそれが残ってんのか意外と。あ、これか、これと動線ね。今 4.6 万あるけどこれが必要ってことね、普通通常は。かっこいいね。必ずや勝利を届けよう。ああ、なるほど。レア、スーパーレア、SSR って言ったらこれ、まあ、全然じゃん、まだ。必ずや勝利を届けよう。決死の覚悟だ、戦場をかける。なるほど。各白道の守る城、落とす。俺様の流星槌は百発百中だぜ。喋ってくれる。この長州、好機は逃さぬ。スキップでいいかな。あ、いかがでしょうか。構成出てるじゃん、分子じゃない。ご命令ください。なるほど。あ、やり直しができるんだ。最大2名まで可能か。出るのかい？これいいや。中華統一を成し遂げるためには、すべての道が通じる天下の中心、洛陽を治める必要がございます。
どこがいいんだけどな。進言がございます。承知。内政、軍事、武将強化を繰り返し自力をつけていかねばなりません。これまで3つの書より得られた知識を存分にお生かしください。ご確認ください。なるほど、ミッションがちゃんと用意されてるんだ。ちょっと今までとちょっと違うな、ここら辺は。では、ご采配に心より期待しております。おお、なんか戦闘してるぞ。いやいや、近いし、どうなってんのこれ。ギチギチじゃん、みんな。嘘でしょ、みんな近くない？場所が。ああ、なるほど、ここに行けるんだね。そんなこと言ってたらそこ攻めようと思ったけど、ギチギチなんですけど。一応いろいろこうマグついてるな。これなんかあるわ、プレゼント系が。ウィンボーナス。お受け取りください。贈り物が届いております。焦点、人材、マークついてるね。あ、無料。はい。パン欲しいね。あ、か、これ知らんぞ。加工派。加工とも加工園でもない。これも無料？優れた賞を募りましょう。スキップ。残念。これで終わりかな。進言がございます。ご命令ください。いや、ないっすね。残念。本日残り10いかがでしょうか。あー、なるほど、動線使うんだ。で、残り10回だから動線使って10回できない。連続で出せないのかな、ガチャ。あ、できるわ。わ、ノーマルもちゃんとあるんだね、N。でもまあまあいいんじゃない？でも最初だから、多分 SR ぐらい使いますよね。この、ここら辺ね。でもそのうち、まあ、SSR と、まあ、ウルトラレアあるのかはよくわかんないけども、いいのしか使わなくなるんですけど、初期の頃はもう何でもいいから使いたくなる。カンペイがいるじゃん。イベントもあっていいね。とりあえず今回は、ここまでにしたいと思います。次回また続きですね。やっていきます。ご視聴ありがとうございました。